2倍と一岡自走迫撃砲自走砲で、方針は、ノン砲のようにも見えるが、肉厚が薄く、創薬を内蔵した砲弾を、大きな行角で打ち出す方式で、迫撃砲に分類される火砲である。主兵層である 420mm 迫撃砲は、方向ではなく砲尾側から装填する、5層式で、全長 20m にもなる方針を持ち、750。 キログラムの砲弾を45キロメートル先まで飛ばすことができ、5分に一発の発射が可能だった。これほどまでに巨大な砲身になったのは、戦術核砲弾の使用を前提として、当時開発可能な戦術核砲弾の最小口径から口径が決定されたためである。試作車は1957年に製作され、伊豆重戦車シリーズの装甲装置を流用した車体は、 キーロフ工場で設計、製造された。この計画によって、開発、製造された、大口径自走砲は、オブエイクト273と故障された。開発計画そのものにそれほどの障害はなかったが、あまりにも方が長大すぎることをはじめとして様々な欠点があり、改良は1960年まで続いたが、戦術弾道ミサイルに比べて利点がないことから、開発は断念され、 試作車両のみで量産されず、実践には参加していない。2010年代においても試作車両がサンクトペテルブルクの博物館に展示されている。ありがとうございます。